体は恐怖心で硬直し動くことができない。ほらさっさと歩け。お前らのちんけな一歩がこの国の明るい未来への一歩なんだ。誰か助けて。なぜならこの地面の下には地雷が埋まっているからだ。俺の名前はテッド。ミャンマーのライカン州で農家をしている。丸々したいい芋だ。ユンも喜ぶぞ。ここは山間部の小さな村で変わり映えはしないが平和な毎日を送っている。お昼になると家に戻り、妻のユンと昼食だ。今年はコーンを植えようと思うんだ。いいね、ポップコーン食べたい。あの弾けた形が…お？何の音？足音？それも一人じゃない。だが幸福な時間をかき消すような雑踏が家を包んだ。そして音の一段は我が家の玄関の前で止まり、今すぐ外へ出ろ。これは命令だ。逆らえば発砲する。撃たないで。な、銃を構えたミャンマー軍が扉を蹴破ってきた。まさか軍がこの田舎に来るとは。この国は長らく軍が支配する軍事政権だったが、2015年に風向きが変わった。民主主義は人に頼らず自ら勝ち取るもの。勇気を持って共に祖国を変えましょう。その旗頭がアウン・サン・スー・チー氏だ。だがミャンマー国軍は反軍組織に対抗するためクーデターを開始。我が国は軍が統治するんだ。ふざけるな。暴力による恐怖政治に屈してなるか。特に国軍が弾圧したい存在に少数民族がいる。政権を決して軍部に明け渡すな。軍に対して徹底抗戦の姿勢を見せる彼らの制圧が悲願なのであった。その軍が少数民族でもなく過激派でもない農民の村を襲った。さっさと歩け。ノロノロするな。どこへ向かうのですか。口を開けなどと言っておらぬ。見れば村の住人は皆彼の指示に従わされていた。一行は5時間ほど山を歩き、中腹の広い道で立ち止まった。横に並べ。さっさと動け。ん？この先は少数民族の村か。そこで軍は道幅いっぱいに俺たちを並べ始めた。何かを感じ取ったのか騒ぎ出す奴がいた。嫌だ、俺は帰る。黙れ。だけ。何の抵抗もなく撃ったぞ。だが一人の暴動はあっけなく鎮静化された。こうして1列目の村人たちに命令が下った。では一歩前へ。彼が前進した途端、爆音が耳をつんざく。そこでようやく俺は気づいた。ここは地雷原なのだと。まさか奴らは俺たちを地雷探知機代わりにしようとしているのか。地雷、そして奴らの狂った発想の恐怖に意識が遠のきそうだった。爆発から数十秒後、兵士が俺の肩を掴んだ。次お前ら、あの空席になった列に加われ。嫌だ。恐怖で足がすくんで体が動かない。だが命令に背けば銃口がこちらを向く。業を煮やした兵士が機関銃の先で俺の背中をこついた。ほら、さっさと歩け。今ので死んでいたかもしれない。くそ、なんでこんな目に遭っているんだ。そして村民の壁が2本前へ出た。ダメだ、誰でもいいから助けてくれ。今度は俺の真横で爆発だ。衝撃で半身が焼けるように熱い。そうして俺たちが踏みしめた安全な道を兵士たちは通っていく。この道は大丈夫そうだな。まったく、村に着くまで何時間かかるんだよ。奴らは俺たちを地雷除去道具としか見ていないようだ。4度目の爆発の後、俺は聞きたくない声を聞いた。次はお前だ、行け。やめてくれ、彼女だけは、妻だけは。なんと妻も隊列に参加させられてしまったのだ。ユン、もし踏んだと思ったら足を上げるな。俺が心管を抜くから。できるの？やる。お前だけは絶対に死んでほしくない。いいから歩け。前のめりになった妻は地雷原を走る形となり、そして爆発した。妻は下股を失った姿で少し先に落ちた。黙って歩け。ほら、早く早く。俺の止めどない方向に兵士は銃を構えて脅していた。妻が死んだ。あまりの悲しみが体を脱力させ、体を勝手に動かした。それは一瞬の出来事だった。目の前がカッと光ったところまでは覚えている。光を抜けた後襲ってきたのは耳、目、そして膝の痛みだ。足だが、もはや死ぬ運命なのか。痛みは徐々に薄れていった。俺の犠牲を最後に軍の兵士たちは地雷原を突っ切り、よし、地雷原は突破した、奴らを根絶やしにするぞ。少数民族の村めがけ突進していった。そこへ少数民族も応戦、いつしか激しい銃撃戦となっていた。剣の奴らを叩き流せ。ドーが、俺の耳にはもはや銃声すら届かない。気づくと俺は仲間の村人に背負われていた。テッド、テッド、死ぬな。お前だけでも生きろ。ユンちゃんの分も生きろ。生き残った住人により俺は病院へと担ぎ込まれた。
ユン、なんで死なないといけない。俺はかろうじて生きながらえたが、心は死んだ。ミャンマーでのクーデターはまだまだ続くだろう。この国に平和が訪れるのは一体いつなのか。